皆さんこんにちは。高知生態動物学分野の柿塚です。私の研究室では難病の治療を目指した基礎研究を行っています。特に力を入れているのが神経変性疾患、代謝性疾患、癌の三つの分野です。今日は神経変性疾患の一つ、アルツハイマー病に対する最近の研究成果をお話しさせていただきます。我々の研究で ホップの抽出物に、アルツハイマー病モデルマウスに対する顕著な発症予防効果が観察されました。ホップというのは、ビールの苦味をつける成分でありますが、中国では古くより小薬として使われています。実際に我々が作成したアルツハイマー病モデルマウスにホップのエキスを投与することによって、 発症の予防、進行の遅延が観察されました。まず最初にアルツハイマー病の発症までの経過を簡単に説明させていただきます。アルツハイマー病の発症では A ベータと呼ばれる小さなペプチド断片が産生されることが最初のステップだと考えられています。A ベータは APP と呼ばれる大きな前体タンパク質の一部です。 この APP は大きく二つの代謝経路によって分解されると考えられています。アルファセクレターゼで切断されますと、この切断は A ベータの中で起こりますので、もう A ベータは産生されなくなります。一方、ベータセクレターゼで切断され、それがさらにガンマセクレターゼで切断されることによって A ベータが産生されます。 すなわちこのガンマセクレターゼによる切断が Aβ の酸性に非常に重要なステップであるということが分かります。で酸性された Aβ は脳に蓄積しこのような老人犯というような病理像を形成しそれが引き金となって人形細胞が死にその結果記憶学習能力の低下が引き越され それが認知症という形になって現れます。アルツハイマー病の発症でもう一つ重要な点があります。それは A ベータの蓄積開始からアルツハイマー病発症までに10年から20年という非常に長い年月がかかるということです。もう少し具体的に説明しますと、A ベータの産生というのは正常な方でも40歳代から 始ままると考えられていますアルツハイマー病ではこの Aβ の蓄積が急激に起こりその後また長い年月を経た後軽度認知障害さらに認知症が引き起こされます。ですからアルツハイマー病の治療を考えた時特に Aβ の酸性を抑制しようと考えると非常に長い年月にわたって治療薬 予防薬を飲み続けなければならないことが容易に推測できますですからアルツハイマー病の治療を考えるとこのような治療薬には安全性ということが最も重要な性質であるということが要求されますそこで我々はそのような安全性の高いアルツハイマー病の予防薬を提供するにはどうすればいいかということを考えました そこで目をつけたのが漢方薬です。漢方薬は中国では何千年にわたって人に投与した実績があり、おおむね安全と考えられています。また、ほとんどのものが経口で接種が可能で、したがって発症前にも自ら摂取するということが可能となります。私たちのラバには1500種類を超える植物エキスを持っておりまして、それらに対してですね。 先ほど見ました a タの酸性、すなわちガンマセクレターゼの抑制活性を使用にスクリーニングいたしました。その結果、小薬の皮脂化にガンマセクレターゼのに対する強い阻害効果があることを発見いたしました。皮脂化とは一体何かということですが、それは先ほどお話ししましたように、ホップの芽花の抽出物です。 中国では、経緯薬、鎮痛剤として現在でも使用されていますし、近年、女性ホルモン用作用を有することが明らかとなり、更年期障害の治療等にも応用されております。一方、欧米では、ハーブとして不眠の改善、生活習慣病の予防にも使用されているそうです。このスライドでは、実際にホップエキスによって、Aβ、特にまあ Aβ40、Aβ42、 の分泌が抑制されるということを示した実験結果です。培養細胞に APP を発現させますと内在性のガンマセクレターゼによっての酸性が起こりますそのような細胞に、えー、テスト薬、まあ、ここではホップエキスですがを加えてその Aβ の酸性をエライザという方法で検出したものです。 左側のダプトと呼ばれるものは、すでに市販されているガンマセクレーターゼの阻害剤です。でご覧のように、ダプトおよびホップエキスの容量依存的に Aβ40、もしくは Aβ42 の酸性が抑制されているということがわかります。次に我々は、どのような構造物がこのガンマセクレーターゼの阻害活性を持つのかということを検証しました。 ここのスライドに示したのが、その生成過程を表したフローチャートです。まず最初に、ブライダイヤ法という方法で、ホップエキスを水に溶ける分角と油に溶ける分角に分けました。このガンマセクレーターズ素外活性が油に溶ける分角に移行しましたので、その分角をさらに HPLC で分角し、最終的な生成物を得るという流れです。 これが最初にに行った HPLC よる有効成分の分離ののパターンです。この最初の方に現れたところにガンマーセクレターゼの阻害活性が研修されましたのでその後さらに3つの HPLC を繰り返すことによってシングルピールつまり単一物質になるまで生成をすることに成功しました。 一回の生成ではほんのわずかの量しか得られませんでしたので、この生成過程を何十回も繰り返し、最終的に二ミリグラムの生成物を取得し、そのものそれに対してさらに NMR 等での解析を行いました。質量分析による結果、この生成物の分子量は四百十六であるということが分かりました。NMR によって構造解析を行ったところ、 ご覧のような構造をしており、これはガルシニアガルシニアリプトン HC と呼ばれている既存の物質であることが分かりました。この物質はガルシアフクギという呼ばれる植物から生成したもので、やはり植物由来のものでありました。続いてこのホップエキスにアルツハイマー病の予防効果があるかどうかをマウスにおいて検証することにいたしました。 そのために使いましたのが、モリス・ハクサが考案した水迷路試験という方法であります。マウスは水が嫌いですので、水に落としますと、そこから逃れようと逃れる方法を探すために泳ぎ回るわけです。でこの実験では、プールの水を白濁させていますが、ある場所にマウスが避難できるプラットフォームが置かれています。 また、このプールには位置の目安となるような景色が書いてありましてマウスはその景色、まあ、模様を目安にプラットフォームの場所を記憶するわけですですから健全な記憶学習能力をあるのあるマウスは1日目から5日目にかけてプラットフォームにたどり着く時間が短くなっていきます。これが実実際に行った実験です。 下段に示すようにマウスはくるっと景色を見渡してプラットフォームのある位置を思い出し即座にプラットフォームにたどり着きます実はこのマウスがホップを取らせたアルツハイマー病モデルマウスです一方水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは上段で示しておりますようにいつまでたってもプラットフォームの位置を思い出すことができません ですからプラットフォームにたどり着くまでに非常に長い時間がかかるわけです。で赤で示したのが野生型マウスで、えー、ご覧いただけますように、えー、ホップエキスを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは野生型マウスのに匹敵する記憶学習能力を持っているということがわかります。次に実際に、えー、このようなモデルで A ベータの蓄積がどうなっているのかを、こうアルツハイマーこう A ベータ抗体を用いて解析をいたしました。赤で示した領域マウスの大脳皮質において顕著な違いが見られます。水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスではこの茶色に示したように A ベータの顕著な蓄積が認められますが、ホップを摂取させたマウスはその蓄積が大幅に減少しており。 もちろん野生型マウスははほとんんどそのような蓄積は認められませんこのスライドは先ほどの部分を拡大したものでその下段は実際に蓄積量を定量したものですが野生型マウスに比べアルツハイマー病モデルマウスで顕著な Aβ の蓄積があることその蓄積がホップエクスの投与によって抑制できることが見て取れます。これは別の 実験ですが Aβ 蓄積に Aβ にシグマ性のある FBS という色素で染めた時の蛍光像を示していますこれも先ほどと同様のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスでは顕著な Aβ の蓄積が観察されますがその蓄積がホップエキスの同様によって抑制されていることが明らかとなります。 ま以上の実験からホップエッスの摂取によって A ベータの蓄積を抑制しアルツハイマー病の発症を予防することができたということを示したと考えております。最初に述べましたが我々のラボではいろんな難病に対する治療を目指した基礎研究を行っております。これらの、えー このような研究にですね。興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちのラボに参加していただけたら。ありがたいと考えています。どうもご清聴ありがとうございました。